はようございます。ご無沙汰しております。久しぶりのロケじゃないですか。久しぶりですね。なんかそれぞれがコロナに感染したりとか濃厚接触になって飛び飛びなって、はい、僕もなったんですけど、はい、なんか今すごい方がたくさんなってて、はいはい、振り返れば庄司さんの涙って何やったんですか。振り返っちゃダメですよ。あれはいや俺たまに思い出して、そうなんです。いや不憫というか、はい、最近はコロナに感染した芸人のツイッターとか見てたら、なんかゆっくりしますみたいな横棒がすごい多いんですよ。はい、それを見るたびに俺は削除しようか迷うんですよ、あの動画を。でもまだまだ広がってるんで、まあまあまあ僕のメッセージ届けっていうことで、あともうちょっとで削除します。あの庄司さんのこうあったかみというか、東野さん実は、はい、あれもうちょっと本当は泣いてるんですよ。でもう引くだろうと思ってあそこカットしてるんです。だから、ロングバージョンを出してすぐ削除します。いや大丈夫です。もしかしたら荒引き団の第2弾深夜ぐらいで特番があるなら、はい、あのフルバージョンにしてください。よろしくお願いします。いやああいう、ま、人柄ですよね。だからこの話したのもやっぱ庄司さんの人柄あってのこの東のデニムやと思うんですけど、今日は本当に最初に今ちょっと謝罪というか、はい、申し訳ないんですけど、あの、ま、知り合いじゃないんですけど、なんか芸人さん、僕はもう芸人と言うんですけど怪人って呼んでるんですけど、怪しい人、怪人、はい、なんか怪人の方にちょっと的を割りつかれまして、怪人夫妻がいてて、なんか大阪から東京に上陸した怪人夫妻に的を割りつかれて、嬉しいな、はい、ね、とにかく出せと、あ、こちらのチャンネル、このチャンネルに、あのうちの旦那はおしゃれやと。とにかく出せと、なんか怪人、奥さん側からですね、奥さんがからのアプローチで、奥さんが怪人なんですね。じゃあ怪人です。DM 届きまして、と思って、事務所が違うからやっぱもうルール無用というか、いやほんで、はい、じゃあせっかくですから、まあ、ちょっと我々もいろんな東京のお店いろいろ知ってるっておっしゃってるんで、はい、お呼びして、まあ、ちょっと伺おうということで、はい、まずはちょっとその怪人紹介していいですか。はい、下の名前は一切教えてくれません。南川さんです。よろしくお願いします。お願いします。一つ作れるのは南川でございます。よろしくお願いします。真ん中どうぞ。真ん中どうぞ。すいません、本当にもう新しい仕事の取り方を提案をしたいと、やっぱり妻を使えということで。共演中さんじゃないですよね。そんな思想的なことじゃないです。共演中の高校時代じゃないですよ。違います。全然そんなことないです。全然そんなことないです。いやだから怪人なんですよ。怪人じゃないです。いやもちろん面白いですし、いやとてもないです。あとやっぱこうデリおしゃれすごい。確かに。いやめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。はい、いやもう本当にもうアメリカ人好きで、うん、詳しくないんですけど、はい、まあ、好きで、はい、で、まあ、あのでもまさか妻が隠れて DM 送るっていうのはもう知らなかった。本当なんです。それは信用して。これはこれはもう奥さんがキッチンでお酒飲みながら僕に DM 送ったってことですよね。あの白ワイン飲みながら白ワイン飲みながら妻が一番尊敬してる人誰か教えましょうか。いや教えてください。太田光代さんです。もうそういう感じなんですか。はい、もうなんか急に仕事も最近辞めまして、あの DM を送ることに専念したい。え、職業リーマ。この前あのジュニアさんに送ってます。あ、YouTube。あの YouTube、はい。いやいやもうちょっとね、いやもうしょうがないです。でもまあまあ僕もね、じゃあせっかくですから、はい、僕もちょっとお店ねちょっと知り合いたいし、はい、行きたいし、はい、で今日はここを紹介してくれる、はい、ここは恵比寿のジェラードというところでございまして、はいはいはい、僕あのここ好きで、はい、であとコロナ禍の時にちょっと働いてたっていう、はい、ちょっとあの働かせていただいてて好きで、そうかそうか、働かせてください。ちなみにこのデニムはこれはねジェラードです。あ、ここのジェラードで、いやめちゃめちゃいいよ。ちょっと庄司さん解説とか、あの南川さん自身もちょっと、はい、解説してもらっていいですか。いや本当普通にこれあの、はい、普通に色落ちして何年ぐらい履いてるやつ。これはだいたい8ヶ月ぐらいですね。あ、8ヶ月、8ヶ月ぐらいです。いやあのこういうここの失礼しますね、はい、ここら辺の色落ちとかも、はい、なんか本当に古着、はい、そのまま買ったっていう感じの、はい、
感じなんで、実は後で説明しますけど、はい、これここの人、まあ、オーナーがちょっと結構こだわり強くて、自分のいわゆる本物を切りましてね、で化学分析みたいなのを送って、はいはい、ジーパンとこのなんかあるんですよ、あや、ね、折りの、で、はいはい、こ縦が何本で横が何本でみたいな生地自体は実はあるんですよ、はいはい、それをこれこういう形でできてるんやっていうのをちゃんと科学的に分析して、はい、忠実に再現したんですよ、なので色落ちがかなり似てるっていう本物が、あ、なるほど、WXにだから、あ、いや僕らは分かり、僕らはもうだから滋賀邸ですから滋賀邸ですから、はいはいはい、よく分かって、やっぱり日本中にやっぱそういった方たくさんいらっしゃるんです、ね、皆さん研究されていて、はい、滋賀邸も多分こうそう研究に研究をめちゃめちゃ研究されてると思う、でも多分なんかつながってるとは思うんですけど、はい、ああなるほど、はい、いやせっかくですから、はい、コロナ禍でも僕そんなに買い物もしてなかったんで、はいはい、まあ、勝手じゃないですけど、まあ、皆さんそれぞれ気に入ったものを購入していただいたらいいんですけど、はいはい、まあ、せっかくゲストに来ていただいたんで、はいはい、南川さんが僕を見てこれ合うんじゃないかみたいな、はい、ちょっと見繕っていただいたら、はいはい、それ購入しようかなと、はいはい、本当ですか、はい、ほんでやっぱり東野デリムってやっぱ庄司先生ですから、はい、庄司先生も真ん中僕になんかあこれいいんじゃないですか兄さんっていうのを見繕っていただいたら、まあ、その2人いつ自分で選ぶんですか私確かはい、じゃあ入りましょう、はい、どうぞ、行ってください、はい、すいません、はい、お願いします、あ、どうぞ、あ、ちょっと聞かせていただきます、すいません、よろしくお願いします、お願いします、改めて南川さん、はい、紹介してもらっていいですか、このジェラートのですね、はい、いわゆる代表、はい、後藤さんでございます、後藤さん、後藤さん、よろしくお願いします、後藤さん、元プロキックボクサーです、あら、ほんの少しやらせていただいてます、はい、最終的に 僕ら2人万引きしたらも蹴られるんですけど僕も覚えられますよ、本当にそうですよですかただあの、はい、僕東野浩二と言いまして、はい、ちょっともう54歳ですからもう何着てもいいっていう感じになってきたんですよ、かっこいいですよね、でその時にやっぱちょっと違うなと思って、はい、もう言うたらそういう、まあ、デニムみたいなのをちょっとこういろいろ勉強しようと思って立ち上げたんですけど、なるほど、で昔からはい、お客さんで通ってたんですか、そうですよね、うすかもう結構長いですね、3、4年、3、4年ぐらいです、うん、4、5年は、はい、はい、そうですね、はい、で自らすごいデニムに当たり前ですけどこだわりがあって、そうなんですよ、あ、ありがとうございます、もともと古着屋をされていて、はい、で何年前ぐらいにこのジェラード17年前ジェラードを、はい、でこれですよね、そうなんです、多分これがなんか僕らのところももう一回ちょっとデニム15周年の時2年前に作ろうと思って、これ WX なんですけど、はい、あのデッドストップの、はい、でこれをこうハサミで切って、でもう本当にこれと同じ、これを科学的解析して、うん、それと同じ数値に合わせてデニムを作ったっていうのがこれ、これです、はい、科学的アプローチなんです、科学的アプローチなのでこう色落ちが結構似てるとあ、そうなんです、はい、ちなみにデッドストックって、はい、デッドストックご存知ですか、いやいやいや、もうちょっと勉強してもう俺言ってもいいけど庄司さん言ってください、知らねえんじゃねえ昔の、ね、昔のその言うたらあの時代60年代50年代で肌売っていたものがなんか誰の手にも行かずに、はい、ずっとこう眠ってた宝物ということで、はい、いいんですか、それでいいですか、それサラの状態ですね、はい、サラの状態、はい、これを購入されて、はい、ということですか、なんでこの新品状態でこのフラッシャーが全部ついてる状態で、うん、もうこの売られた状態のまま残ってたと、じゃあ分かんないですけど僕らやったら例えばね、仕事行く時にねこう道歩いてます、はい、電信柱の下のところにこういうのがあっても、はい特に何も思わずバーッと歩きますけど庄司さんとか南川さんとええって なるんですか、なりますよ、デッドストックじゃないかこんなところねってなる、こんなところがあるのってなりますよっていう、はい、っていうお宝そもそもなんでそこにあるんですか、それが何かすごいですね、いやいやわかんないけど、はい、はい、素通りはしないですね、はい、はい、南川くんが履いてるのはリジットから8ヶ月ですか、そうです、それぐらいですよね、だいたい。そうですね。ちょっと待ってください。わざと業界用意してます。リジットは勉強してますよ。
滋賀に行った時にリジットって出てますよ。いや、あの時ちょっとおねむやったからあの時リジットっていうのは新しい状態、新しい状態でワンウォッシュもされてない状態です、うんだからワンウォッシュして履いたってことですね。そうですそうですそうです。ワンウォッシュだけ。ワンウォッシュだけ。一番最初、あ、ワンウォッシュ履いて、半年ぐらいに1回洗ってます。でそれ毎日履いてる感じ？結構週5は履いてると思うんですよね。うん、はあ。はい。すっかっこいいですね。そうですね。かっこいい。これちょっと太めの。今日じゃ違いますけど、いやいやいや素晴らしい。僕たちも結構履いてますよ。いや俺のも今日も履いてませんけど、めちゃめちゃ履いてますよ、はあ。でもこの色落ちの感じがね、やっぱ人によって個人のね、うん、あの当たりが違うから。はい、やっぱりその売れてない芸人は結構すぐ色落ちします。これね、はい、あのね下から三角締めしてくる。下からすぐ三角締めする。自虐言うって攻めてくる。何回キャンディーズの山ちゃんのせいなやつ。いやいや本当に。あそうなんやっぱり、はい、いやちょっといい色落ちですね。かっこいい。ちょっと色落ちもしやすいようにあの糸に加工をかけて染色をしてるんですよ。でそうするとあのなんて言うでしょう、表面だけより、表面だけにインディゴが染まるんで削れやすい、色落ちがしやすいっていう、はい。せっかくですからちょっと履かしていただいて、はい、買う買わない別でいいですか、はい、いいですか、もちろんすいません本当に、はい、細身と、はい、あとまあ本当にベーシックな、501タイプっていうのと、はい、太め、はい、あとは対戦とやってるんですよ。4種類今あって。俺は何がいいんですかね、三倉さん。どうですかね、僕はやっぱりその301、そうですよね、301のちょっと太めの、うん、意外と東野さん細身履きそうなんで、うん、太めがいいんじゃないですかね。あ、そうそう、1本太めがあった方がいいかもしれない、ね、はい、そうなんですね、太めのイメージが。ケンコバにも言われたんですよ。ああ兄さんの体太めの方が似合いますよって言って去っていったんですよ。いやでも太めも全然。ああじゃあそれちょっとお願いします。すいません、はい、すいません店長。はい、はい、ベルトした方がいいですか、どうですか。できれば、はい、はい、どうですか。結構太めだと思うんですよね、普通に履いても、はい、めちゃくちゃ太めです。はい、それが34なんですけど、これちょっとウエストが少し広めなんで、はい、南川さんは何位ですかこれ。僕これは、34で履いてんじゃん。34です、ね、34ですよ、ね、34です、ね、これはどうして、僕はこれはこう、はい、おおと、あ、そうですよね、ちょっと履いていただいて、あ、履いてほしい、はい、すいません、ちょっとすいません、お願いします。はい、すいません。ちょっと、あ、イメージ違う。ズドンと落ちるようなシルエットでこれ作ってるんで、はい、太いパンツ履くときは結構ロールアップ太めても可愛いんじゃないかなと思うんですよ、うん、50年代の。これもそれとあれですか、南川さんがおっしゃるように、はい、研究に研究重ねた生地は同じです。そうです、はい、全く同じその科学的アプローチでデニムを再現したっていうデニムなんですけども、うん、その、はい、そのデータって当たり前ですけど、絶対誰にも教えないんですか。そうですよ。いやいやいや、当たり前ですけど、はい、いやなんかそれ、はい、だいたい従業員とか身内にも教えないぐらい。いや、身内はもう知ってるんですけど、はい、もう細かな数値までは公表もしてないんですよ。はい、他社もやってない感じですか。あの、やってるところはあると思います。ああ、はい、どうですか。いや、あの、すごく履き心地いいし、どうですか、南川さん。いや、めっちゃいいと思います、本当に。で、ロールアップして、多分ね、丈ちょっと短くして、はい、まあ、うん、で、ロールアップ、あんまり結構ロールアップしてる姿、東野さん見たことないんで。はいはいはい、そんなしたことない。結構股上がりも深くて、はい、ちょっと昔の作業着感あって、はい、いいかなと僕はかっこいいな。これですか、南川さんおすすめなの。僕おすすめはこちらですね、はい、一番最初に南川さんが履いてくれたのこれですよね。そうですね、デニムの太いやつ、はい、これを履いて、これは家にありますけど。ああ、はい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 、全く同じ。ちょっとどうなんですか、庄司さん。あ、いいと思います。へえ。で、一応ちょっとよかったらなんですけど、はい、あのちょうど年代同じ G ジャンを作ってるんですけど、今南川さん着てるやつ、はいはいはい、あれもセットアップで一回着てみますか。いや、もちろんです、もちろんです。畳みかけるなぁ。長さしてください、ここは。あー、なるほどなるほど、はい、これはこれで、あ、似合いますね。似合う。で、XL から上は全部ここにハギっていって、ここのサイドにハギが入るんですよ。これ本当に生地が足らなくて、なるほど、僕らこの
デニム作るのに織機が50年代の織機使ってるんですよ。でなんですごい織機がもう本当に古いんで幅がすごく狭いものしか織れないんですね。なので本当に生地が足らなくてここに端がつく。通常 L サイズまではこうやって2枚、前と後ろだけで縫い合わせればいいんですけど、うん、生地が足らないんでもう少し生地を継ぎ足してるんですね。なるほど、これはこれでかっこいい、はい、そうなんです。で今ヴィンテージだとこうやって継ぎ足しされてるやつの方が人気がある、うん、っていう感じですね、うん、はい。なんでそれでちょっとこう緩い上下で合わせてもらった方が可愛いんじゃないかな、うん、あ、そうですね。どうですか南川さん、ちょっとこのやっぱり先ほど着てたよりもここルーズな感じ。はいはい、めちゃくちゃルーズ。ちょっとルーズな感じで、かっこいいと思います、うん、俺だからその YouTube 始める前の俺だったら、はい、いやもうこれがもうちょっとなんかイライラするというか、この長なんか、なんかね、はい、ちょっと長すぎいいとか、はい、なんかこうしたなるんですよ。なんか俺こうしたなるんですよ。いやそれはもう全然。だからやっぱでもそんな別に気にしなくてもいい、もっとルーズな作業着として、はい、どうですか庄司さん。いや気になるんだったら一つ、うん、そうですね、はい、オールとかでもおしゃれですし、うん、折って着るのも可愛いと思います。ちなみにこれ上下で例えば購入しようと思ったらいくらなんですか。だいたいざっくり、はい、6万ぐらいで収まるかなと。3ぐらいですかね。いいかもしれないですね、はいはいはい。これ南川さんセレクトっていうことで、はい、いいんですよね。これはもうおすすめです。わかりました。南川さんもそうですね、同じ上下、ね、もうかもうじゃあもう南川軍団っていうことですか。ちょっと大丈夫ですかね。いやちょっと心配なんですけど、はい、僕も勢いでやってたんですけど、ずっとこの辺にこびりついてるんですけど、シガデリムの師匠が、はい、クエスチョンって言って思ってたらあれかなと思って、確かにはしゃいで、はしゃいでました。よその家ではしゃいでたというか、あのちょっと、はい、あの僕ら滋賀屋ですから、それはもう全然忘れてませんし、ただそのまた滋賀屋の師匠にお会いして、で最近こういうのも買いましたみたいなのもちょっと一応ね、今度報告をキンキンに滋賀行きましょうよ。そうですね、うん、ぜひぜひぜひ。やっぱ気持ちはもう滋賀ですっていうところで、ちょっとはい、取り返そうとしてます。全然。南川がね、あの師匠なんかブツブツ言うんですよ。デニムはどうだろうとか。僕気持ちはもう滋賀ですから。ちょっと俺タトゥー滋賀って入れよう。いやすいません、ちょっとこれ、はい、前向きに購入、あ、はい、すいません、ちょっと、はい、ありがとうございます。庄司先生にもちょっと選んでもらおうと思って。なるほど。そうですよね。もうすごい詳しそうですからね。いやいや、とんでもないです、全然。いや、ちょっと、すいません。なんか、あ、どうしますか、そのチノパンを買おうか。欲しいんですよ、チノパンね。チノパンはちょっとうち結構こだわってて。えっ、うせやこだわりあります。ちょっと今あります、こだわり。